サイバーエージェントサイゲームスシグメスピクチャーズ株式会社シグメスピクチャーズは日本のアニメ制作会社株式会社サイゲームスの子会社テンプレートの情報は公式サイトの表記による親会社であるサイゲームスが2015年3月にアニメ事業部を設立し自社でのアニメの企画制作ビジネス展開を開始その流れを受け 制作するプロダクション部門も内製化できるよう2016年4月にシグメスピクチャーズを設立した。ただし、サイゲームスとしては他の制作会社とも継続的に協力関係を継続し、すべてを内製化するわけではないと取締役の竹中信弘は語っている。また、サイゲームスと同じく最高のコンテンツを作るをスローガンに掲げており、 人材の育成を重視し、アニメーション制作に取り組む、としている。なお、サイゲームスのアニメ事業部は制作された作品をどう、ビジネス展開していくかという部門であり、シグメスピクチャーズは作品そのものを実製作する、部門として別の役割を担っている。すでに多数あるスタジオに外注するのではなく自社で立ち上げた理由として、 世間で一般に悪いと言われているアニメ制作現場の労働環境を、まずは自社の環境下で改善して実績を積み重ね、良いものを作れる環境の整備や人材の育成を挙げている。ありがとうございます。